モーレ。さあやってまいりました、アモーレトロゲーム部。お久しぶりアモーレ。さあ今日はですね、ファミコンの一期をやっていきたいと思いますけどもね、その名の通りですよ、農民が一期するっていうゲームです百姓一期、百姓一期、始まるよ始まるよ。ポップすぎるわ。もう竹ありとか取んな方がいいな。二人プレイでやるとね、すごいね、燃えるんだよな。一人でやるとね、ほんとクソゲーなんだよな。ゲラゲラ笑いながらやるようなゲームですよね。おっしゃ。これ子供の頃はみんなどんなテンションでこれ買ったんだろうな。この一機。マリオとかやってた方が全然、あーもう難しいな。すげえとこ手裏剣飛ばしてきたの。いきなり現れるからさ、難しいのよ。でこの巻物ほんと、なんなんこれ。あ、このね、鉄砲隊いるでしょ。ここずっといると撃ってくんのよ。で、射程距離短いっていうね。なんなんだ、いる意味ないの。手裏剣より短いんじゃない。あぶねえ。あ、次こそちょっとおにぎり全部取りましょうか。この辺は大丈夫。頭で取ったらいいのかな。パーフェクト目指そう、ミスターパーフェクト。よし、オッケー、オッケーオッケーオッケー。いけるいけるいける。いや、これ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 無理だよ、これ無理だろ。明らかに取らせる気なかったよね、今ね。いや、子供向けのゲームで今のはきついわ。ちょっとお城まで行きたいな。あー、これ取らないといけないか。これ前方しかね、当たり判定がないっていうね。むしろ最初から竹槍で行って、パワーアップで、鎌投げれるとかの方がまだ説得力あるんだよな。あー、来た、こいつ。それは何なん。この辺からね、いろいろ忍者が出てくるんだよ。よし、パップ。二人になる理由は何かあるのかな。こいつ何なん、マジで。味方なん。味方じゃない。おわ、赤人早いよ。シャアじゃん、シャア。3倍のスピードだよ。もう瞬間移動とかしてくるわね。オッケー。4面。来た、お城。よっしゃー。一応ね、これをクリアすれば、一周したことになります。あ、いけるんじゃねえか。いけそう。ちょっといけそう。この辺ちょっと危ないよ。スピード、オッケー、大根。うわ、どこだ。よいしょ。あれ、あ、もう一個、どこだ、どこどこどこ。で、早っ。早いよ。あと、オッケー。クリアしました。今、殿様いたでしょ。あれとってもクリア。よし。いや、これ無理だって。ちゃんと投げろよ。で、その辺でポイって捨ててんのよ。オッケー。あー、この、オッケー、いいよ、いいよ、いいよ。はい、オッケー。パーフェクトむずいわ。んで、結構スコア、少ねえな。来た。うわ、もう明らかにもう人数多い。あ、アイテムとかもちょっと違くなったよな。あ、小判の位置とかもちょっと違うね。い
らねえ、竹槍。あ、危ねえ、こいつら。やっていこう。来た。よし。慣れてきた。オンラインとかでやりたいね。あるけどね、最新のやつだよね。赤人、こっからも来んだ。早いな。来た。あぶねー、あぶねー。ほーらー、来た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 。よいしょ、慣れてきましたね。おにぎりタイム。ちょっとパーフェクトいこう。ちゃんと投げてね。これこれこれ、もう無理じゃん。どうやって飛んの今の。あー、もうやる気ない、もうやる気ない、もうやる気ないよ。あー、ほんと頼むよ。これ2プレイ用に投げてんじゃん。もう BGM が1個しかないってね。耳には残んだよな。こいつマジ来んなよ。いや、こっち行こう。うん。OK。一安心。いや、なんかいやらしい。何、隅っこの方でやってんだよ。うわ、こいつ最悪。あ、これ見たことない。何これ。お化け。え、これ初めて見た。こんなやついたんだ。ああ、もうこんなん殺してって言ってるもんじゃん。え、これずっとついてんの。嘘。うわ、最悪だ。うわ、超パワーアップしてるやつじゃん、こいつ。あ、これ取ったらどうなんだろう。初めて知った、今の。初めて竹槍が役に立ったわ。オッケー、ちょっとクリアしよう。これで2周目になる。あぶねー、はいえー、はいえー、マジで。あぶねー。あ、なんだ、これなんだろう。これ何？あ、なんだ、大根。見づら、大根。ぶねここにあって、あと、うわー、来たよ、こいつ。バカー。よし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 。タイミング良かった。これも、取って、あと一個だ。お、もうクリアできるよ。いける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 。ちょっといけるねー。ほら。よっしゃー、オッケー。慣れるもんですねー。もうお腹いっぱいだよ、おにぎり。もうちょっと上に投げてくれよ。これで終わんの？もしかして。この後、この後ね。オッケーオッケーオッケー。ほら、来たよ、ほら、来た。よし、オッケー。いけるんじゃない？あー、なんでだよ、今の。どういうこと？取れないようになってんの？盛り上がりに負けるよ。このゲーム。どこでこう、テンション持ってきたらいいの？どんどんレベルは上がってんのかな。これ一人でやったら、あ、ちょうどいい具合に終わったわ。ブーンじゃないのよ。というわけで、アモーレトロゲーム部一挙お届けしましたけどもね、やるなら一人でやらないでください。二人でやってくださいね。クソゲーというかバカゲーですかね。僕は好きですよ。というわけで本日の総括、百姓一揆は一人でやっちゃダメ。アモーレチャンネル登録よろしくね。